偽の女庭師 K196 は、ボルフガングア・アマデウス・モーツァルトが作曲したオペラ。偽りの女庭師、偽の花作り女とも訳される。1774年2月に、バイエルン戦帝公、マクシミリアン3世から作曲を依頼されたモーツァルトは、ザルツブルクで作曲に着手した。同年12月に初演される予定だったが延期され、 翌百7 7 5年1月13日にミュンヘンのザルバートル劇場で初演された。モーツァルトのイタリア語オペラの多くは戦後一時期までドイツ語圏ではドイツ語上演されるのが通例だったが本作は唯一作曲者の生前に自身の関与によってドイツ語版が制作された作品でありロッシーニのウィリアムテル ベルディのドンカルロなどと同様の二カ国語版閉存作品と言える。なお、1978年に発見されるまでオリジナルのイタリア語版は紛失していた。なお、ドイツ語版は新前集では愛ゆえの女庭師と命名されている。オリジナルの台本はジュゼッペ・ペトロセリーニの作ともされるが不明である。1774年にローマで パスクアーレアンホッシの作曲によって上演されている。ドイツ語版はヨハン・アンドレアス・シャハトナーの翻訳による。なお、モーツァルトはおそらく1775年に2部からなる序曲に第三楽章を追加して公共曲とした。カットなしで約3時間の胸を刺したことがあり、静止がわからない状態のままだったのである。ラミロがベルフィオーレの過去をドン・アキーゼ市長に報告し、 アルミンダとの結婚は破断になってしまう危機に陥る。サンドリーナは自分こそが被害者ビオランテであるが、命は助かり、ベルフィオーレを許すと訴え、ベルフィオーレは法的制裁から免れたものの、アルミンダとの結婚は台無しになる。自分の結婚を台無しにした逆恨みから、ベルフィオーレは、サンドリーナを拉致し、真っ暗なのに放り出す。ベルフィオーレとサンドリーナは、 悲しみのあまり狂乱に陥ってしまう。曲目、ドン・アキーゼ市長は、名のアルミンダにラミロとの結婚を進める。そんな最中、正気に戻った、ベルフィオーレとサンドリーナは互いに愛を確かめ合う。結局、アルミンダとラミロ、ベルフィオーレとサンドリーナ、ナルドとセルペッタの3組のカップルが、市長に祝福される。市長自身もまた、サンドリーナから身を引き、 新しい女性との出会いを求める曲目ありがとうございます。